どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが好きな曲弾いて歌う弾き語りがどんどんできるようになりますよということで、日々簡単ウクレレレッスン動画を公開しております。今日も張り切ってレッスンスタートしていきます。今日取り上げるテーマソングはこちらです。ドーン、椎名林檎さんの代表曲本能。こちらの曲をこのウクレレで完全再現してまいりましょう。さあこの椎名林檎さんのこの代表曲本能ということです。もうね、もう当然ながらガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回レッスンの方取り上げてます。2017年に取り上げていたんで、もうね、ほんと8年ぐらい前になりますね。はい、今見るとですね、ちょっともうちょっとこう詳しくいきたいな、かっこよくいきたいなということで、今回2024年改訂版としてさらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場、思いっきり歌っていきましょう。さあ、本日は G ラボのこのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの、初めてウクレレ使っていこうと思うんですけど、さあこの G ラボのウクレレたちポップアップショップということで、皆さん試奏試し弾きできる機会が訪れます。今日でございます。今日明日です、4月20日21日と東京お台場にあるデックスお台場東京ビーチというところで開催、2日間とも、G ラボの精鋭スタッフ、せいちゃんによる無料体験レッスンを行われて、随時行われて、はい。で、今日のね、20日の13時半から、ガズさん、皆さんにお会いできるイベントが、ちょっとプチイベントやりますんで、もちろん駆けつけてくださいね。もちろん入場無料チケットもいらないんで、ちょっとポップアップショップですから、はい、お気楽にウクレレ持って、遊び来てください。いろんなウクレレ試し引きに来てくださいね、と。はい、そんなことでございます。あと、この本が出ます。ご機嫌ガズレレデイズ、主婦の友者からガズのめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本が発売になります。ぜひ皆さんご予約をお願いいたします。概要欄に予約できるとか貼っとくんですけど、皆さんのご近所書店さんで予約いただくのも、嬉しく思います。よろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやるんですけど、この曲ね、歌が難しいんですよ。この最初、約束はいらないわ、この音程がね、約束はいらない、このすごいの、これ歌が難しいけどかっこいい。ぜひゆっくりトライしてみてください。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはそのね、リズムなんですよ。椎名林檎さんといえばこうファンキーでソウルフルでグルービーで、あのねリズム完全再現しておりますからね。2バージョン最後までご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の大好きな曲を聴くからやるに変わるわけですから、ぜひ皆さんガズレレで音楽をスタートさせてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。椎名林檎さんの本能2024年版改訂版で、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。朝が来ない
さんの本のガズレレリュー2024年改訂アレンジバージョンやってみました。いいですね、やっぱりこの独特の椎名林檎ワールド、林檎ワールドがもうね、もうすごいことになってるんです。もうミュージックビデオを見てもらいたいですね。あの看護師さんの格好をした椎名さんがですね、もうすごいことになってます。はい、あのムード怪しげなね、あの妖艶なムードをやっぱり再現していきたいと思います。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでいいとこ取りです。一番のところ全部やった上でサビをこう繰り返していくというところで、ゆっくりやればこれでもね2分半ぐらいの結構なボリュームがありますからですね、まずこのバージョンやってみてください。慣れてきたらフルコーラスチャレンジしていただきたいと思うんですけど、1番のコードを書いて2番のコードを書き足してフルコーラスもチャレンジできる、ようになるんですけども、まずはガズレレバージョンで練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては今やったガズさんの簡単バージョンと一緒にできるようになったらいいと思います。そこを目指しましょう。一緒にできるようになった方おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのやっぱり大変でしょうから、最初は楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習してるうちにいずれ覚えちゃって、大空を見ながら夕日を見ながら歌っていく、こんなのも素敵だと思うんですけど、でもその楽譜って一体どこにあるのということだと思いますけど、安心してください。今のね、ガズさんの演奏はこのガズのノート40冊目、このノートに手書きしたこのガズの手書き楽譜を見て今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風にカメラに映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上は軽くありますからね、の中から毎月5曲お手元に、デジタルデータですっとダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。はい、そしてこのダウンロードしたものをアプリで管理できたりとかね、なんかアプリがあるんですよ。それとか、このねガズクラブは、楽譜5曲とかのそういうダウンロードだけじゃなくて、毎月2回ガズクラブメンバーが参加できる大セッション大会ガズ音が行われていたりですね、皆さんの演奏動画発表できる場所が、ね、もういくつかあったりとかして、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひぜひガズクラブご加入ください。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちはですね、YouTube メンバーシッププログラムというのを活用してまして、毎月590円で、なんと毎週2回のライブ配信による濃厚解説、もうライブですから、もうライブでみんなでチャットやりながらやっていくんですけど、まあ、いつも課題曲を決めて深掘ってます。こっちは大学ですから、16ビートとかカッティングとか練習してるぐらいの方だとかなり楽しめるかなというふうに思います。ぜひね、ガズレレ大学もチェックしておいてください。あと、毎朝7時半からこのガズラジ放送をしてます。ラジオ配信です。365日朝7時半からスタンド FM という無料ラジオアプリで聞けるようになってます。いつでも聞けますからね、ぜひこのチェックしてみてください。今映ってるこの辺のことを概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。2024年改訂版本能椎名林檎さんの名曲中の名曲です。やっていきますよ。はい、イントロなんですけど、ここ下にこうやってくるっと囲ってるここもそうですけどね、これねコード変わってます。下の段のコードはかっこいいバージョンですからね、上の段が簡単バージョンの4つ弾きでやったバージョンです。イントロこれかける2をやって歌が入っていくよというね、こんな感じでやっていくんですけど、こんな風に写しとくので、お時間ある方は一時停止で書いてもらいたいんですけど、今ね、ご紹介させてもらったガズクラブでこのガズのね手書きノートの楽譜の、ね、データデジタルデータでお手元にダウンロードしてもらうのも今日もめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴、歌詞の上にこの点がこうついてます。これ今日かなり役立ちます。点がねリズムのガイドになります。ちょっとやってみましょう。せーの、約束はいらないわ、うん、これ V の字は休符なんですよ。約束はいらないわ、うん、ここ果たされない前、点が打ってるでしょ。これでリズムが分かるようになってる。果たされないことなどね、これでリズムが分かる。あと歌詞カードには載ってない、これは伸ばすところとか、このワンブロックに対しての位置関係、かなりねこのガズレレノート参考になりますんでね、ぜひガズクラブに入っていただいて、デジタルデータ楽譜もご活用いただきたいと思うんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい、
いいですか、一時停止して帰っていてください。でここらはねカッティングで書いてあるんですけど、これ感想なんですけど、かっこいいバージョンでここはねちょっとカッティングを使って感想いきますと。でここから A メロどうして、ここカッティングプラス16ビートって書いてあるんですけど、ここちょっとねかっこいいバージョンでは独特のビートでいきます。これシンプル簡単バージョンは結構ここは簡単なところですね。 A メロから B メロにだんだん盛り上げていく感じです。コードは結構変わってきますし、矢印マークシンコペーションが入ったりしますけど、今日これかっこいいバージョンではこのシンコペーションが2つのタイプのシンコペーションが出てくるということでね、結構面白いことになってます。はい、まず A メロ B メロですか、一時停止で書いてください。はい、そしてもうサビですね。サビ、ここサビ2です。はい、気まぐれも許してをやって、そしたらまたここサビ1に戻ります。サビ1に戻ります。サビ1っていうのはここですね。約束はいらないわ。ここまでやったら、今度ラストに飛ぶんですね。ここ繰り返します。イントロと同じコード進行を ×2 繰り返して終わったということなんですけど、ちょっとそうだ、ここ言い忘れてました。ここ注目なんですけど、1番のサビをやって、ここ1回目に出てきた時は Am2 ブロック感想をやって A メロです。で2回目の時はもうラストってことですね。はい、ここで切り替わるという、こんな感じになってます。出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンのコードですね。6個かな ?CAm、F、Dm、G7、E7。いいですね。コード6個です。これ今映ってる6個のコードは、これガズレレダーもう毎度おなじみの入門コード、ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんですよ。10個もあんのかと思うかもしれないんですけど、これがですね、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。なんだけど、いっぺんに10個覚えてようと思うともう頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ガズレレ必須コードはもう遅かれ早かれマスターしてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。これさっきも言ったけど、その前に、ね、歌の解説、歌のメロディーラインがすごい難しいんですよ。ここ約束は、ここメロディー弾いてみると、この約束はいらないは、このテップテ、この音程の差がですね、もうどんどん出てくる。これ難しいですよ、すごい。腹式呼吸でお腹を安定させないと、この音程がすごくこう乱れちゃいがち。あとはね、言葉のタイミングも絶妙なところをついてくるわけでございます。これはね、結構聞き込みが必要だと思います。聞いている人もね、よく聞いてみると、あ、こここんなタイミングだったんだという発見があると思いますけれども。まあ、ぜひぜひじっくり聞いて、かっこいいバージョンをトライしていきましょう。かっこいいバージョンではコードが2個追加。まずは C メジャー7。これ簡単。1弦の2フレットだけ、これです。いいでしょ。次 F メジャー7、これはですね、こことここ、ここのね3弦4弦の5フレット、こうやって押さえるのをおすすめしてます。人差し指を浮かしておくと、こっち5フレット距離があるから、こっちのエリアに戻るときにすごくね、イージーにいけるんですよ。これちょっと押さえ方、これがおすすめです。 F メジャー7、この2個のコードを使っておシャンティーにやっていきましょうと。で今日出てくるリズムなんですけども、これは16ビートです。これです、16ビートのちゃんとカッティングで、これはねシンコペーションがいっぱい入ってくるのっていうのと、あとはねすっごい跳ねてるリズムなんですね。ファンキーにグルーヴに、ちょん跳ねてるリズム、シャッフルということでやるんですけど、はい、今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところに、それぞれの濃厚解説レッスン動画が、貼ってあるんですけど、今日はこのね、動画がめちゃくちゃ役に立つと思います。これもね、レッスン動画貼っとくんですけど、16ビートのチャンがめちゃくちゃファンキーになるやつだよって、この、ここで言うパターン1というやつですね。これもぜひご参考にしてみてください。ちょっとじゃあ、イントロのところでそのリズムの確認してみましょう。イントロのコードを出しておきます。せーの。カッティング。かっこいいでしょ。ダンス。カッティング。ピコピコ動いてるでしょ。はい、カッティングって言うんですよ。触って音を止める。はい、カチャカチャ言うのを利用してます。ちょっと練習してみよう。せーの。メジャーセブン跳ねてる、チャク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 、このリズムね出すの難しいですよ。これはもうガズレレでも最高級最高級最高峰レベルの高難度だと思うんですけど、さっきも言ったようにこの動画で結構解説してますから、これで何か掴んでください。ふんわりガチャガチャしない、手首を揺らす、肘で弾いてるとこのグルーヴは出ません。こうなっちゃいます。こうじゃないです。この柔らかさ、これが表現できると言ってます。ガチャガチャ感じてしまってはちょっとこの曲が台無しなんで、サワサワ。
のグループ、これがねできそうでできないんですよ。これもうひたすらひたすらこのリズムに体を委ねて練習してください。はい、これが基本的なリズムになります。でこれで歌も歌っていくんですよ。この F メジャー、今も出てきたけど F メジャー7とかね、これ結構なかなか奥が深いぞということなんですけど、まずねサビに入っていきます。でその前にイントロからサビに入るときにこのツタタタタタっていうのが出てきますからね。ちょっとやってみると、サビ、イントロ後半からうん、次いきますよ。ここスタタタタタタタ約束は、はい、今のこうツタタタって感じで、これ最初にチャを引いておいてツタタタタタタ、こんな感じです。でサビに入っていきます。約束はないわ、これは今のイントロと同じコード進行で回っていくんですけど、このサビが終わった後間奏で Am2 ブロック入れるんですけど、ここはね朝が来ない窓辺をから、やってみましょうか。朝が来ない窓辺を求めてるの、ここダンタカタカ、こんな感じかな。どうして、はい、今ので A メロ、どうしてから A メロなんですけど、ここもカッティングと16ビートじゃかなり混ざってます。どうして最初要は弾くダーンカッカカッカカチャカタカダーンカッカカ、これでちょっと抑揚をつけたいと思います。空間をちょっと開ける感じです。ちょっとやってみますよ、せーの。どうして歴史の前に言葉、こんな感じです。ちょっとこの空間を演出しましょう。はい。で、その後ね、今日シンコペーションが出てくるんですけど、2種類のシンコペーションがあります。これが今日奥深い。今の A メロで出てくるシンコペーション、この後あるんですけど、やってみましょうか。せーの。どうして歴史の上に言葉が生まれたのか。どんどん歌う。G7 から E7 に行くときに、アップで行く。E7 アップ。どんどんチャカタ、アップでチャカチャ。はい。これがまず1個目のシンコペーション。A メロで出てくるシンコペーションは、アップで変わるシンコペーション。これ覚えておいてください。で、B メロなんですけど、寂しいのはお互い、ここはですね、同じシンコペーションでもダウンでシンコペーションする、でっかいシンコペーションってカズレーが言ってるやつなんですよ。ちょっと聞いててね。せーの。寂しいのはお互い、ここ結構かっこいい、インパクトがあります。同じ矢印マークでリズムがズコンと前に食い込むシンコペーションなんですけど、 A メロで出てくるときはアップで切り替えるちっちゃいシンコペーション、 B メロで出てくるシンコペーションはダウンでコードが前の次のコードに行く大きいシンコペーションですけど、もう一回比較してみましょうか。言葉が生まれたのかやってみましょう。言葉が生まれたのか、ポンドンと高く G7 から E7、 ドンドタカタポンダンドタカタ、はい。で逆に B メロのところは寂しいのはだと、寂しいのはお互いさ、しかもここ3連チャンですから、3連チャンというかね、2連チャンっていうのかな、ドンドバーンドとバーンと次々追っかけていく、ここら辺の大きいシンコペーション、 B メロは大きいシンコペーション、これをよく覚えておいてください。ごちゃごちゃになっちゃいますからね。でその次も正しく食べ飽きずは、ここはシンコペーション入れない、はい。誰も何も咎められない、もう一回ひもといて命などツタタタタタタ、さっき出てきたイントロで出てきたツタタタタタタ、やって2番のサビです。気まぐれオイル、またファンキービートに戻っていくということになります。はい。で今こう駆け足で説明してきたんですけれど、もう説明終わりです。決めというのはそのぐらいなんですよ。でこの曲はね、やっぱりその元々のリズム、ボンツッとパクッタチッとボンタッチ、このドラムのドンこのグルーヴがずっとこう回ってるのかっこいいですよ。だからこのリズムキープです。やっぱこの曲の一番のキーポイントはやっぱりね、この。A メロも、A メロもサビもコード進行一緒なんですよね。だからすごくこうループっていうかね、循環コードでかっこいいんですよ。このね、だから同じコードなんだけど、このノリ、強弱も結構大事になると思いますからね。体全体で柔らかく、ガチャガチャにならないように力を入れるとこのリズムは出ませんから。はい。何回も言いますけど、このね、動画のパターン1がめちゃくちゃ役立つとこういうふうに思います。ちょっとリズム、体委ねて、楽しんで生み出していきましょう。そしてやっぱりさっきも言いましたけど、ミュージックビデオ、椎名林檎さんのミュージックビデオの世界観がですね、
ね、もうすごいインパクトありますから、ああいうなんか不思議な摩訶不思議な椎名林檎ワールドを頭に描きながら、とろかしていきましょうということでございます。はい、これは歌のレベルも高いし、ね、やりがいあると思います。さあ、それではやっていきましょう。椎名林檎さんの本能ガズレレかっこいいバージョン2024改訂版やってみる。2024年版改訂版パワーアップバージョンやってみます。いやー、このね、跳ねはかねのね、もうめちゃくちゃ踊れるリズムで、あの怪しげなあのメロディーライン、もう切なな感じが、もうなんかもうリンゴワールドがもうやばいことになってます。でも気持ちがいい、難しいけれども気持ちがいい。ぜひこの大きいゆったりしたリズムになるように、ガチャガチャが なくなるように、しなやかに演奏していってください。さあ、さっきも言いましたけど、本日から2日間開催ですからね、 G ラボポップアップショップ、13時半からガズがちょっと登場しますけど、2日間にわたってね、せいちゃんのね体験レッスンもあるし、あの全てのウクレレね試し弾きできるようになってますから、ぜひお越しください。はい、重ね重ね GGD ご機嫌ガズレレデイズ、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本の予約もお願いします。はい、そしてガズレレではですね、リットミュージック社さんからですね、こんなようなウクレレソングブック5、もうこれ5とかなってますけど、あのいっぱいね、あの楽譜の本を出版しているんですね。はい、これも出たばっかり、ちょっとちっちゃいハンディ版とか、もうめちゃくちゃ出てます。アマゾンでガズレレとか検索していただいたりとか、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがありますので、ぜひあのチェックの方よろしくお願いいたします。あと、そしてですね、あのガズレレのこのガズレシピっていうアプリがあるんですよ。アプリでも楽譜が見られるようになってますよ。今度こっちの楽譜はね、かっこいいバージョンも見られたりして、いるんですけど、これアプリ皆さんダウンロードは無料なんで、ぜひしてもらいたいんですけど、書籍版も出てますんで、こっちの方も合わせてよろしくお願いします。はい、そしてですね、皆さんガズレレがいつも使ってるの、ここに水引きがついていたり、キャップかぶっていたり、あの T シャツとか、もうこのウクレレストラップだとか、いろいろ楽しいグッズがあるんですね。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行くといっぱいその案内があるんで、ぜひ見てもらいたいなというふうに思います。そしてガズレレの親戚としてですね、あのガズピアノっていうのやってます。はい、ガズピアノ、誰でも簡単にできる、ガズレレやってる方だったらね、もう本当にすぐできる、ガズレレのガズが発明した弾き語りに特化したピアノの弾き方レッスン動画公開してます。ちょっと別のチャンネルになるんですけど、ぜひこっちもね、あのフォローしてみてください。はい、そんな感じでですね、もうあっちからこっちから音楽を楽しんじゃえということで、日々活動してるガズでございますけれども、結局この活動で音楽やると楽しいじゃないですか。楽しい人がどんどん増えていくと、あの楽しい世の中になるんじゃないかなと思って、音楽は聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高、この考えを広げていこうと思います。ぜひ
皆さんね、どんどんご活用いただいて音楽楽しんでいただければというふうに思います。はい、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。